ゲルドコーチ眺望台。えのきだ工務店活動報告書、つくんださんだ。まさか眺望台が雪で埋まってしまうとは。あー、ほんとだ。建設時の資材置き場として使っていた洞窟が無事だったのは不幸中の幸いでした。一度報告に戻ります。そっかそっか、この下のなんか風船みたいなやつが働かないと上に行けないのか。じゃあ私も洞窟に入ろう。えらい狭い洞窟だね。確かに壊れそうって言ってたけど、ちょっと振ってみたら壊れちゃったな。どうしたらいいかね。つくんだの日誌を読みますか。読みます。ゲルドコーチの眺望台について着工から完成までの記録をここに記す。建設開始1日目、建設予定地に到着。だが工事開始後すぐに猛吹雪が発生、やむなく工事を中断し近くの洞窟に避難。洞窟の中なら寒さをしのげて安全だ。工事の間は洞窟の中を拠点とすることになった。建設開始から3日目、洞窟内部は想像より広かった。内部を探索するために水の流れの下流へと調査に向かうことに。奥に進むとトンカチの音が聞こえてきた。洞窟の奥なのになぜ外の音が。は、外の音。ああ、その建設してる仲間のトンカチの音ってこと。また明日以降も調査を進める。建設開始から6日目、洞窟の調査結果まとめ。洞窟の奥は眺望台の真下まで伸びていた。眺望台の重さで地盤沈下の恐れあり、先に洞窟の補強工事が必要と思われる。建設開始から10日目、とうとう眺望台が完成。10日でできるの？すごいね。この驚異の完成速度はプルアさんの設計と事前にパーツを作っておいて、現場では簡易な組み立てだけで OK とした えのきだ工務店の技術の賜物だろう。へえ。いずれまたここを使うかもしれないと、洞窟の拠点に物資を残すことになった。下山したら、まず温かいスープを飲もう。なるほどね。眺望台の真下に続いていた。ここが？泳ぐか。泳ぐかって寒いけど。ちなみに、イカダになりそうなものある？ああ、あるね。うーん、泳ぐか。リングタン、私に付き合って泳ごう。無理だ、それは船ちゃんと作った人用です。うーわー。ワープマーク置いてくればよかった。いや、ワンちゃん。あ、そういうこと。まゆちゃんごめん、なんか道連れです。完全に取れたからのからの、わあ、すごい。あ、ん？ここが続いてたってこと？待って。こっちは？え、ここじゃない？あ、これが補強した後ってことか。へえ。え、具体的にでも下からなんか温めてみたいなってこと？わかんない。ちょっとこっち行ってみようか。え、おもろ。
この中腰めっちゃ腰にきそう。見てるだけで腰にくる。宝箱だ。このなんか水流して雪を溶けさせるとかそういう感じなのかなとも思ったんだけど、裏側かこれ。裏側だね。どうしたらいいかな。この意味深なこれに乗って、さてどこに出る。もうえ、これって向こうに行ってどうにかなるもんだ。燃やしてもよくないしね。どうしたらいいのか分からん。死に力上がってみる。もうちょいこっち。え、上がれないよね。だってこの上わっこういう操作の間違いが。ちょっと一回流してみて。お、こんな風にこんな風に行くんだ。で、要はここ、あ、ここならいけるんだ。板がちゃんと欲しかったっていう話。これ、おお、うわお、え、待って、さっき上に上がった時にさ、確認してみたんだけどさ、あ、やっぱ埋まってるよね。埋まってるわ。はい、調べる。あ、スキップいっちゃった。なんでよなんでスキップしたの今。よし、え、これ、え、いけるのこれ。いいの、ワープもどういう状況。いいんだこれでいくんだはい、え、勇気ある。とりあえず連絡したくなるよね。だってこう、なんか変な風に作動してさ命の危機を感じるんだけど。さすがリンクタンということで。いやー、ここの探索もめちゃくちゃ楽しみですね。いやー、ラスにゲルドコーチが出ました。白なかなか白いですね。これ塔にから上がったぐらいでこれだもんね。え、これ、あ、いや、塔からはいけるわ。寒い寒い。ここを拠点にしたらいいかなっていうところも。うわあ、あ、そういう感じ。なるほど、それはそれで楽しそうですね。なんか拠点みたいなところが欲しいんだけど、ほらあれだよねみたいな感じなんだけど。ロケット作戦、あの乗り物のロケット作戦。な、何投げたの。え、何投げてるんだろう、気になるけど。これやるか、とりあえず。スタミナもないし。
これも落ちちゃうかな。おお、ゾワップリンクだ。ちなみにこういうことはできない。あ、こういうことできるね。やっぱこうするしかなくて、はい、落ちますよね。知ってた。落ち着いて、あ、おと落ち着けない。落ち着いて取ろうと思ったけど落ち着けませんでした。え、そんなに落ちる？そんなに落ちる？壊れないのがすごい。そんなに落ちますね。ほい。撮影。よし、これ読んで寝よう。え？イーガダンのってこれ？前甲賀さんが落ちたとこどこ？ここがあれか。あ、カルサーダニってここか。で、ここら辺がイーガダンのアジトってことよね。アプローチ的にはどこが良かったんだろうね。ここが塔で、ここから行くのが正解だったんかな。途中で見えたなんか坂下りそうなところがここなんかな。うんうん、楽しみ。ヘマコーチウンタラっていうのがあった気がするんだけど、なんだっけ。ヘマコーチ、これかな。ヘマコーチに刻まれし深に北に。ああ、やこれさ、あれじゃない、英雄像かなんかがあったとこじゃない。そこにあるんだ、ラムダの秘宝。で、さっき私がエルサ置きっぱなしだけど、ここから行こうとしてたのか。無謀だったな、ただのアホだったな。うん、この夜の時間にネルドラさんはそこに入るんだ。いや、そろそろね、鱗欲しいなって思ってるところだから、ドラゴンの傾向とか見ていかなきゃね。やっぱ深穴からだったら狙いやすいよね。あとゼルダがの素材が何に使うのか今んとこまだ分かってないというか。はい、そんなわけで読んでもらいましょう。よいしょ。夜にごめんなさい。あと8か、結構あるな。はい、新しいのです。では翻訳しますね。うん、間違いない。これぞハイラル叙事詩。王宮に夜な夜な異様な女人現るとの噂あり、その姿見た者曰く、顔立ちこそゼルダ様そのものなれど、瞳に輝きなくその眼差し死人のごとし。え、その当時からあったんだ。ゼルダ様にお尋ねするも覚えなきとのこと。え、悪霊の類か魔物の手合いか、興味深きことなれど、自らの想像に怯え夜も眠れず。これには太古の怪談話が書かれてますね。へー、え、なんなのじゃあのゼルダ姫。まだよく解読できないところもありますが、これは紛れもなく怪談ですよ。夜な夜な現れるゼルダさんにそっくりな死人が幽霊のような女性の目撃談。いつの時代でもこのような怪談話が広まる風潮はあるんですね。そういえば我々の知るゼルダ様も行方不明なのに、あちこちで目撃談が新聞に。まさかこちらのゼルダ様も幽霊ということは。いや、ありえない。知的であるべき研究者として失言でした、忘れてください。ではこちらはお約束のお礼です。はあ、なんだろうね。おう、はい、これ面白いよね。はい、9個あるのでハート2個増やしましょう。はい、
だいぶ増えたね、リンクタン。またギルド砂漠に戻ってきてしまいました。すいません。あのね、ここの砂漠の裂け目に行くのを忘れてると思い至りまして、この真ん中を歩いてみたい。この遺跡は輪っか遺跡に似てますよね。輪っか遺跡もさ、もうそれこそ150時間ぐらい前に見つけたのにさやってないんですよね。裂け目こっから始まりかな。こっから始まりで、すげえ上に登りたくなるような感じだけど、特に何もないと思われる。こっから始める。ね、武器じゃない、そう、装備を強化して、これじゃない、これ、なんとね、靴がね最大になってまして、今ズボン防御力20なんすよね。ここに普通にいるのかな、そのギルド地方が解決する前から。いや、その時はここの下に行こうとすら思わなかったか、見えなかったから、うん、砂嵐で見えなかったから、ここに入ろうとすら思ってなかったかね。砂嵐前にどういう感じになってたんだろうっていうところ結構多いね。問題、何のゲームでもそうだけど、問題が解決しちゃうと前はどうなってたんだろうって思ったりするよね。そんなに熱くなさそうだから、コラボの面つけるの。なんかこう洞窟なり深穴とかありそうなけど、特に何もない。コログも特に見えなかったよね。あ、避けてるだけな、避けてるだけっぽい。はい、以上です裁判長。はい、宝箱がありました。この入り口のところも一段上があるか、何かある可能性があるのか。ここさっきのスタート地点。なるほどね、宝箱あったんだ。あとね、そう、ギルドのこの恋愛教室夜はやったんだけど、昼はまだなので、昼ちょっと見に行きたい。実はちょっと前にここを卒業した子たちがいる。旅に出るのが初めての子たちばかりで、旅慣れてないし、まだ平原外れの馬宿あたりにいるんじゃないかしら。ちゃんとボーイハントできてたらいいんだけど。いたよね、なんだっけ、強い武器を見せてか、鉱石を1回で壊せ、いや違うか、なんかのミニチャレンジの近くの木の下に3人ぐらいいたよね。じゃあちょっと子供たち待ちます。ちなみに一応ね、子供たちの恋愛教室には立ち入っちゃいけないって言われてるんだけどどうダメなのかなを見てみたい。10時、気づかれないように。ごめんなさい、私今急いでて、妹のマキュアに見つかると通気ついてきちゃうから。なるほどね、あの子がお店の手伝いに夢中になってる間に恋愛教室に行かないといけなくて。なるほどな。マキアちゃんはちっちゃい子で、カーラ、のお母さんの、違うか、ごめん、リップル、リップ塗ってたあ、オッケー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 、京子ついてきてるじゃん。
なんで10時40分遅刻しちゃう。サバ、これからワーシャ先生の教室に行くの。素敵なバーになるためにいろいろ教えてもらうんだ。あなたはボイだからついてきても入れないと思うよ。子供って3人だったよね。どう聞こえないな。今っていつの間にか揃ってる。どっから来たの。ダメだ、やっぱりここからじゃ聞こえないか。マキアも恋愛教室の授業聞きたいのにな。でもこれ以上入ったらワーシャ先生に見つかっちゃうし。この前奥にある人形に紛れて立ってた時は服が違うからバレちゃったし。確かになんであそこ空白なんだろうって思ってたけど、それでか。見つからずに教室に入る方法はないかな。これ怒られるんか。あら、そこのボーイ。この時間は成人前の子たちの授業よ。ゲルドの町では成人前の場合はボーイと話しちゃいけない決まりなの。万が一にも間違っては困ります。あなたの入室は認められないわ。閉鎖に呼ばれて、牢屋に放り込まれたくはないでしょ。夜の授業なら歓迎。なるほど。で、始まる前からそこに立ってないといけないんだ。やります。じゃあ、つまりこれと同じ服だったらいいってことだよね。顔もか、いや顔は俺と一緒だからいいのか、別にしなくて。じゃあ立ってます。んやばい、遅れちゃう。一人目来た。一人目の子は遅れちゃうって来たのに気づかれないように、マキアに気づかれないように来てる。でマキアが来たと。お、3人目も来た。よし、これで全員じゃない。潜入成功。遅刻しちゃう。始まる。お、始まるんじゃない。始まった。それでは素敵なバーになるための授業を始めましょう。まずはいいボーイを見極める方法から学んでいきましょうね。大事なのはボーイの生態を知ること。ボーイは嘘をつく生き物だと覚えておきましょう。そういえばそんなこと言われたね。お気に入りのボーイを見つけても隠し事がないかをしっかり見極め。ねえねえ、隠し事で思い出したんだけどさ、地下のバーの奥、バーの棚の奥に秘密の部屋があるの知ってる？シークレットクラブじゃなくて？え？この前地下街作った人が何か隠してたりして。でもあの辺って牢屋の下あたりだよね。はあ！牢屋に通じる秘密の部屋とかだったりして。へえ。やっぱり子供たちに恋の EBC を教えるのはまだ早いのかしら。なるほど、この話が聞けるってことなんか動きづらいね。ワーシャ先生も多分気づいてないよね。この人形でワンチャン隠れてる可能性もあるし。11時15分、一回動いてみるか。話す、ちょっとここで話しかけないよ。ワーシャ先生に見つかったら、あなたまた来ちゃったの。困ったボーイね。お昼の授業は成人前の場合がいるから入ってはダメと言ったわよね。これは警告よ。次はヘイさん呼ばせていただくわ。そうなったらあなた牢屋行きよ。あ、夜の授業。あのゼルダの伝説でね、ここは容赦ないですからね。ゲームボーイの夢を見る島じゃなくって、違う、ゲームボーイじゃないか、初代だっけ。あの物、店の物を盗んだら以降ずっと泥棒って呼ばれ続けるんだよね。そう、なんかそういう倫理観倫理観を学ばせてくれてるゼルダの伝説。さすがになんか両親がいたものでこっから先は私はしないですけど、まあ無難に一番最初にね、牢屋に入られたように入れられてみたいな感じになるのかな。うん、そこのちょっとセリフ集めみたいなのは
私は遠慮しておきます。ということで、さっき教えてもらったやつ行ってみるか。待って。そっか、牢屋行きだから牢屋に行かなきゃいけないのか。牢屋に行かなきゃいけないのか。まあワンチャンさ、イーガナの格好してたら牢屋に入れさせてくれるっていう話だけど、牢屋？ちょっと待ってね。牢屋がここ。ああ、知らないわ。おう。やるか。上司に痛むけど。